皆さんこんにちは、林部聡です。10月13日に私が出演した番組が CS 火曜ポップスチャンネルにて林部聡特集として連続放送されることになりました。歌とトークをたっぷりとお届けしますので、ぜひご覧いただければと思います。4年ぶりに出演します宮本龍二の火曜ポップス一番星では3曲歌唱しました。7周年のことでしたり、9月発売のアルバムについていろいろとお話をさせていただきました。番組収録しましてですね、本当に久しぶり、4年ぶりの一番星になりました。あんまりこう普段番組で長々とお話をするっていう機会がないので、僕自身喋りながらあまりまとまりがない中喋ってしまったのはちょっと反省しているんですけれども、そんなところもですね、楽しんでいただければと思っております。さらにリクエストもありまして、2019年にこの番組に初めてメインゲストとして出演した回も放送されますので、こちらもお楽しみに。また今年5月に世界遺産の厳島神社で開催させていただいた奉納演奏会第1夜も放送されます。当日の舞台裏などメイキング映像を織り交ぜた完全版をお送りします。メイキング映像もということで、そのステージ上だけじゃなくて、そのステージに向かう姿、自分でも正直何を言ったか覚えてないくらい、どんな顔をしてたのかっていうところも僕自身も楽しめるものになっておりますので、皆さんと一緒に楽しめればと思います。10月13日 CS 火曜ポップスチャンネルでの林部聡特集をご覧になるにはこちらをご確認ください。それでは以上、林部聡でした。ぜひご覧ください。